非連携の小笠原と申します。今日はスーパーコンピュータシステムの紹介をします。ツイッターアカウントはこういうのがありまして、で、非連携スーパーコンピューターの正式なツイッターのアカウントというのもありますから、そこからお知らせが見られると思うんですけども、まあ、公式には言えないようなことをここからちょっとちらちら言ったりしています。で、今日はスパコンの話なんですけれども、先ほどから話が出ているように、DDBJ というのは、こういうタスク、一つは国際円キャリスデータベースを構築すると、もう一つは NBDC と共同で日本人の個人ゲノムのデータベースを作るという2つのタスクがありまして、非連携スパコンはその DDBJ 運営のための計算機資源を提供するというのが1つのタスク、もう一つは大学共同利用機関として計算機資源をまず生命系の研究者さんを中心として提供するという2つのタスクでやっています。ですからデータベースの構築とか、先ほどのブラストとかDDBJ パイプラインはこのスパコンの上で走っていますし、ほとんど同じような環境を、提供していまして、で最近データが大きくなってそれの解析に困っている方も多いと思うんですけれども、 その資源を自分で買うともう100万円単位の出費がすぐ出ると思うんですけれども、非連携スパコンは今のところまだ無料で貸し出していますので、大きなデータで困っておられる方は、ご興味ありましたらご利用ください。で、先ほどから何回か話が出てますけれども、遠隔と、これは今、国際円期配列データベースに入っているデータのサイズを表しているんですけれども、まず1977年に算眼法が、発明されまして、2年後の79年に国際会議が開かれて、国際的な塩基配列データベースが必要であるという、合意が得られまして、それを受けて81年にエンブルができて、82年にジェンバンクができて、 DDBJ は84年にできまして、リリース1を DDBJ のデータベースの一番最初を出すのは87年なんですけれども、81年から87年にかけて、三極体制がこう確立したわけです。で、それ以来溜まっているデータはこの青い方の線でトラディショナルデータと呼んでいるもので、最初は1年ないぐらいのデータから今1テラかそのぐらいの量になっています。で、一方で2005年から次世代シーケンサーが売られ発売されていると思うんですけども、2009年から三極でそのデータのアーカイブを始めまして、それがこっちの赤い線でして、今最初は1テラもないぐらいだったんですけれども、すごい勢いで増えて、今は中村さんの話にもあったように2ペタぐらいのサイズまで来ています。で、このままいくと、予想線は、予想は対数的に増えているので難しいんですけれども、指数的に増えているので難しいんですけれども、こういった範囲になるだろうと。で、NGS、 このシーケンサーはそのシーケンサーの性能の向上と、その応用技術 その発達のその2つの間の相互作用でこう進んでいっていると思いますので、その性能が良くなると応用が増えて、応用が増えるとまた新しいシーケンサーを作るという、そういうサイクルで回っているので、予想線としてはどっちかっていうと、これからもデータ量はかなり速いスピードで増え続けるんであろうというふうに思われます。これはこの業界の人だとよく知っているだと思いますけれども、1メガベースあたりのコストですね。で、ムーアの法則をはるかに超えるスピードで、コストが安くなっていって、スループットが上がってきているという状態でして、で、NGS アーカイブのダブリングタイムで見ますと、こういうようになりまして、ダブリングタイムですから、データ量が2倍になるのにかかる月数でが縦軸なんですけれども、ですから、小さい方が早く、データが蓄積していることになっていまして、で最初はものすごいスピードも、2、3ヶ月で2倍になるというスピードで、増えていますが、全体的な傾向としてはだんだん落ち着いてきていて、それは一つは、圧縮技術ですね。特にゲノム関係の圧縮技術の、開発とそれの普及によって徐々にこう、落ち着いてきているんですけれども、でも、去年の中頃までムーアの法則、18ヶ月で2倍というのがムーアの法則ですけれども、それを超えるスピードでずっ と、2014年の、中頃ぐらいまで来ていて、今今年になってやっ と、このぐらい年率 1.4 倍ぐらいのスピードに落ち着いてきていて、年率 1.4 倍というのは、ストレージの、容量単価の下がり具合と大体バランスしてきていると、やっと今年になってこのぐらいバランスしてきてますので、今のスーパーコンピューターの、
その規模を保ってそのまま後継機種を入れていけばとりあえず短期的に破綻することはないというところまで来たと思います。ただ CPU は今時は 1.22 倍しか、コアの数の増加も含めてこのぐらいしか増えませんので、まあ、かなり厳しい状況にあるんですけれども、よく、もうすぐ破綻するだろうと言われているんですが、すぐに破綻することは今のところない状態になってきています。ただこれその後どうなるかわからないので、よく注視する必要はあると思います。でこのようにデータがすごく増えてきたので、一般ユーザーさんのコンピューターに対する計算機資源に対する要求もすごく増えていまして、これが、遺伝系スパコンのユーザー数の推移ですね。で2012年の3月に今のスーパーコンピューターに、リプレースしたんですけれども、そこからもう毎月50人ぐらいのペースで増えていまして、現在、2000人を超え、今ここの絵には1900って書いてますけど2000人を超えるユーザーがいます。でこれを、期間数で見ますと、どういった大学の数、大学とか研究室の数で、研究所の数でいきますと、まあ、日本全国、北海道から沖縄までユーザーがいまして、国内の、期間数は全部で、247ですか。で海外も、215ぐらいの大学が使っていて、トータルで520の期間が、使っているというふうに、非常によく使われています。で利用内訳、スパコンの利用内訳を見ますと、ユーザーは、字が細かいので、スライドシェアにの、この絵は載っているので、細かいのは見ていただきたいんですけれども、大雑把に言いますとユーザーの8割方は、まあ、これが、目的 NGS 次世代シーケンサーの解析の人たちが、この絵とこの色とこの色とこの色なんですけれども、大体8割方の人が次世代シーケンサーの解析をやっているユーザーさんです。で CPU の使い方、 CPU 時間で見ますとシミュレーションやってる人が3割ぐらいで、半分強ぐらいの人が、次世代シーケンサーの人ってことになります。で、ラスタ、計算用ディスクの使用量でいきますと半分ぐらいが次世代シーケンサーの解析の人たちで、残り半分が DB ビジョンの中の人というような、そういう、利用内訳になっています。でスパコンの話ですので、だんだんスパコンの話になっていくんですけれども、この絵はスーパーコンピュータートップ500の、アーキテクチャの変遷なんですけれども、スーパーコンピュータートップ500っていうのは1993年から始まっているんですが、昔のこの頃のコンピューターは、例えばシングルプロセッサー、ベクトル計算機みたいなのがここにこうちょっとあって、SMP マシンというメモリの大きな計算機がここに見えるんですけれども、だんだんそういうのはなくなっていって、今はクラスターマシンと MPP ですね、マッシブリパラレルプロセッサーってやつですね、というこの2つの構成になっています。で、遺伝系スパコンもいわゆる今時の構成になっていまして、クラスター構成をしています。その新ノードと呼んでいる1計算ノード、これが1計算ノードですけども、この計算ノードあたり64ギガのメモリーの計算機が554台インターコネクトでつながって、インバンドでつながっているっていう、そういう構成のものと、あとは NGS 計算の特にデノブアッセンブリーに使うメモリーの大きな計算機ですね、その、まあ、大きく2種類でできています。でメモリーの大きな計算機はミディアムノードって呼んでいる1計算ノードあたり2テラのメモリを持った計算機が今10台ありまして、もう一つはファットノードと呼んでいる、これ全体で10テラのメモリが一つのプロセスから見える、そういう計算機が1台あります。でメモリが大きな、メモリを必要とする典型的な仕事はこっちでやっていただければと思います。だいたい非常に混んでるんですけども、でもう一つの特徴はスパコンのもう一つの特徴は、データを扱うのでディスクとの読み書きが、問題になります。で普通にクラスター構成を組むと、クラスターから一斉にディスクに書き込むとディスクの IO のところで詰まるわけですけれども、それが詰まりにくくなるように、ラスターファイルシステムというのを使っています。でこれだと今だと百数十台から一斉に書き込んでも性能劣化があまり起こらないというような、そういう構成になっています。
で、トータルで言いますと、こういう構成になっていまして、まずスーパーコンピューター2012年の3月に初回導入をして、中間増強で2回に分けて、システムを入れていて、半分が2012年に入れて、残り半分が2014年に入れていて、2つ、まあ、半分半分の大きさのものが、2つ入っているという状態になっています。でそれは何でかっていうと、後で買った方がストレージとかがだんだん安くなってくるので、最終的にたくさんのストレージが、調達できるからです。で、システム全体としては、まあ、大きく5種類5つのパーツから5つかな、まあ、ネットワークも合わせると6つのパーツからできていて、先ほどご説明しました新計算ノード、554台の、ちっちゃいブレードのサーバーと、ファットノードという大きなメモリのサーバーとミディアノードというサーバーと、あとは、これが計算の時に使うラスターファイルシステムが7ペトータルで7ペタバイトあって、あとは、DDBJ の先ほど その DRA とか次世代 C 計算関係の、アーカイブをするためのメイド装置、省電力のハードディスクが 5.6 ペタバイトあるという、そういう状況です。で一般のユーザーさんからはこのアーカイブのストレージは、普通には見えないようになっていて、まあ、計算用ストレージだけが見えると、まあ言ってくれればこっちも見えますけれどもという状態になっています。でこれは、前のスパコンに比べて、15倍から20倍ぐらい、早くな、大きくなっていまして、2012年の前の2007年に入れたスーパーコンピューターの頃は、まだ、NGS のアーカイブが始まってなかったこともあって、NGS 対応がされてなかったんですけれども、これを、中のこういう DDBJ のこういう、データ処理フローを全部書き換えてですね、で新しいスーパーコンピューターのアーキテクチャに合うように書き換えて、書き換えることによって、今みたいな、いわゆるコッツって言われる、コモディティオフサーシェルフ、比較的お安い計算機をずらっと並べるタイプの計算機にすることによって、ストレージも大きくなったし、計算能力も大きくなったという、そういう状況であります。で大きくなったんですけど、消費電力は昔とあんまり変わらないという状態にすることができて、それを、主に空調機、まあ、一つは空調機の性能とそのバランスの問題なんですけれども、まあ、性能に応じて電気がいっぱい食うようになったってわけではなくて、同じぐらいの消費電力で収まっています。で、まあ、ここまでが、ハードウェア的な説明なんですけれども、でこのスーパーコンピューターを借りたいと思ったら、まあ、アカウントの申請を、スパコンのホームページからしていただくことになるんですが、発行基準というのを最近作りまして、まあ、誰に貸せるかというのを、基準を作りました。で問題は、一つはまあ研究者の人に貸せばいいんですけれども、問題は、スーパーコンピューターというのは、外為法の輸出管理規制の対象になっていまして、つまり、兵器製造目的に使えてしまうので、例えば、留学生の人とか、例えば、海外に、転任になった方とか、そういう方の扱いが難しくなります。でそれをどうやって扱うかなんですけれども、結局こういう基準でして、まずこのアカウントは外為法の定める国内居住者であって、かつ大学あるいは国公立の研究機関の教員の人が借りられますと。もう一つで、それ以外の人、その人の共同研究者とか学生さんとか委託企業の研究者の方は、一番のこの教員の方を責任者として、申請してくだされば、お貸ししますということです。それは留学生の人とか海外に転任した人とかも含みますと。ですから海外に転任された方は、誰か国内の先生を、責任者に立ててもらって、そうすると、我々はその国内の先生とやり取りしますので、その先生を介して、借りてくださいという形になっています。あともう一つ注意点は、責任者単位でユニックスのグループが作られます。ですから同じ責任者のユーザーさんは、お互いにファイルが見えますので、それがもし不都合な場合は、おっしゃってくだされば分けるなり
あるいは逆に一緒にしてくれというような要望があったら、おっしゃってくだされば、そういう操作をします。で、使い方なんですけれども、このスーパーコンピュータシステムは、さっきクラスター構成になっていて、このクラスター一つ一つは普通の Linux で、レッドハット Linux で動いているので、使い方自体は、ご自分の研究室にあるようなLinux のサーバーとほとんど変わりませんというか全く変わりません。で、唯一違うのはたくさんの人で使うので、たくさんの人の間でリソースマネジメントをする必要があります。だから誰かが実行しているときに、ジョブが同じノードにたくさん入って、止まるとかそういうことがないようにリソースマネジメントをするところだけが違います。で、そのリソースマネジメントをするのがその、いわゆるリソーススケジューラーってやつで、ちょっとそれ後で説明しますけれども、まずそういうグリッドエンジンっていうのを、グリッドエンジンっていうリソーススケジューラーを使うと。でもう一つは、セキュリティの関係で、まず最初にゲートウェイノードにログインしてもらって、ゲートウェイノードから、インタラクティブノードって呼んでいる、普通の Linux の計算機として使える、インタラクティブに使える数台の計算機に、Q ログインっていうので、移動してもらいます。で、ここから これはもう12台かな、16台か、16台かけ2ぐらいの、計算機なので、ここで作業している分には自分のところのパソコンで計算やってるのと何も変わらないんですけれども、ここから、グリッドエンジンを使って、バッチジョブを投げてもらうことによって大規模な計算ができるようになると。で、これらの全部の計算ノードはさっきのラスターファイルシステムを全部マウントしてますので、どこから計算しても同じファイルが見えるという、そういう作りになっています。で、ゲートウェイノードは、中間増強、前のものと後のもので、一つずつありまして、こういう、ファイル、こういうホスト名になっています。で、ログインは、普通のパスワードじゃなくて SSH の公開鍵認証でやってくださいと。最近、今年になってからかな、これに変えましたと。これはパスワード取られちゃうといろんなところから入れてしまうので、公開鍵認証でやってください。ちょっと細かいのでちょっと飛ばしますけれども、で、あとの話はもうリソーススケジューラーの話なんですけれども、でこれ以外のところは普通の Linux と違わないので、リソーススケジューラーの話をするんですが、大きく、今主流のリソーススケジューラーってこの3種類、スラムってやつと、サングリッドエンジン、あるいはユニバグリッドエンジンと呼ばれているもの と、トルクって呼ばれているやつと、この3種類あります。で、説明したときが、結局、スラムっていうのが今流行りのやつで、SGE っていうのが、まあ、この2つは歴史のある、グリッドエンジンで、まあ、どっち使ってもいいんですけれども、バイオインフォマティクス系は SGE、サングリッドエンジン、あるいはそれの後継のものを使っている人が多いので、互換性の関係で今これを使っています。ですけれども、こっちが流行りですので、次期スパコンでどうするかはちょっと、検討中のところがあります。で、この最近流行りのこのスラムっていうのもありまして、これはトップ500のトップ上の方の、これ中国 の今世界中のやつですね、とか、あるいは、K を追い抜いた時のセコイアってやつとか、スタンピードとか、これ、比較的安いものですけれども、すごいスピードが出るやつとか、こういう結構すごい有名なものが、スラムを、採用しています。ですけれども、今はバイオインフォマティクス関係 その互換性の関係で、ああいういろんなグリッドエンジンがあるんですけれども、一番お堅いといいましょうか、一番よく使われて、この分野では使われていたサングリッドエンジンを採用しています。で、一つ一つ説明すると長いのであれですけれども、全部のコマンドをリストアップするとこういうコマンドがあって、で、まあ後でご興味ありましたら一つ一つ見てていればいいと思います。で、ログインか。
で、まずさっきゲートウェイノードに SSH で入っていただいたら、次に qlogin というコマンドを打ってインタラクティブノードに移動してもらいます。で、移動するときのコマンドが qlogin というもので、ただこれ打てばどれか空いているノード、一つのノードに移動するんですけれども、それだと、デフォルトでメモリーが4ギガで、コアが1個割り当てられるんですけれども、それじゃ足りないというときにはこういうコマンドを打って、例えば問題になるのは Java を実行するときなんですけれども、メモリ量を してあげてください。あるいは、もう一つは、計算ノードのうちの何台か、128台に GPGPU っていう、アクセラレーターが入っていますけれども、ご存知の方いらっしゃいますでしょうか。アクセラレーターが入っていて、今時のスーパーコンピューターって、計算性能のほとんどをこういうアクセラレーターが担っているんですけれども、実験のために、実験のためにというかお試しで、128台に GPU が入っていて、32台に G4Fi っていう別のアクセラレーターが入っているんですけれども、それを使ったプログラムを開発する場合には -L の GPU とか -L のファイって打ってもらうと、それが搭載された計算ノードに飛ばしてくれます。あとは、フェーズ1フェーズ2が泣き分かれているんですけれども、それの間のデータ転送するためには両方にネットワークでつながっている計算ノードがありまして、それに、言っていただきたい場合には -L のトランスと打っていただきますと、その計算機に、移動します。で、次に、ここまで来たらスクリプトを書いて qsub っていうコマンドを打ってバッチジョブを流すという作業になります。で、バッチジョブを流すときには、どこで流すかっていうのが指定できまして、それ q、つまり待ち行列のどれかにジョブを流すんですけども、これだけの種類がありまして、一つは mansfatq っていう、これは fat ノードで、実行するための待ち行列で、そこにジョブ投げるとファットノードが空いていたらその計算が実行されると。で、同じようにミディアムマンスミディアム級っていうのがあって、そこが空いてたら、ミディアムノードで計算される。マンスって書いてあるのは、実はバイマンスなんですけれども、最長2ヶ月間の計算ができます。計算時間が2ヶ月経ったら強制的にストップされます。で、あとは新計算ノードの方はこれだけの種類がありまして、例えばさっきのブラストとか、ブラストを中村さんが投げた時にはこの WeekHDDQ っていう、2週間計算が2週間続くと強制的に止まるっていう、そういう級の上で流れていました。それは、計算ノードの数としては100ノードあって、コアの数としては1600ありますから、実は全員で投げても大丈夫、落ちない状態になっているんですけれども、ですけれども見ていただくと、ここにパーセント書いてますけど、今これ昨日の段階ですけど、今見ても大体同じぐらいの数字なんですが、96% 使われているんですね今。ですから、待たされると思います。ですけども大体、数分から数十分で切り替わりますので、切り替わることが多いですので、ちょっと待っていただければ流れると思うんですけれども、だいたい込み気味なので、待たされることもあると思います。で、詳細はしゃべってると長いんですけれども、長いので、この二階堂さんが編集した、次世代シーケンス解析スタンダードっていう本を読んでいただきますと、スパコンの理由の説明がこちょこちょ細かい字で書いてありまして、そこをゆっくり読んでいただければいいと思うんですけれども、バッチジョブ、サングリッドエンジンには4種類のジョブがありまして、1つはインタラクティブジョブ、さっきの qlogin で、操作するものと、残り3種類あるんですね。で、3種類、1つは普通のバッチジョブ、もう1つは、アレイジョブっていうものと、もう1つは、MPI ジョブって書いてますけど、並列実行ジョブですね。3種類の、バッチジョブがあります。で、普通のバッチジョブは普通にスクリプト投げると、そのスクリプトが普通に走るっていうもので、でアレイジョブっていうのは、一連の例えば100発とか1000発とかいうジョブをドンって投げると、そうすると空いてたら、
1個ずつ流れると、例えば1000発流した時に100台空いてたら、100スロット空いてたら100個ずつ流れるというのがアレイジョブで、で並列実行ジョブの場合は1000発流した時に 1000ノード空いてたら流れるし、空いてなかったら止められるっていう、そういうタイプのジョブです。でそれぞれの、コマンドの打ち方がこう書いてまして、基本的には Qsub のなんとかかんとかっていう、引数書いてあげて、後ろにスクリプトの名前を言ってあげると、空いてたら実行されるっていう、そういうスタイルのものです。で、細かいですので、細かいところは、スライドを確認していただくのと、ここに書いてますのでそれを読んでください。で、で投げたジョブが流れてるかどうかっていうのは qstat っていうコマンドを打てば、自分のジョブが待ちなのか実行中なのかを見ることができます。あるいは、他人のジョブを見ることができて、こういうコマンド qstat-u のスターっていうのを打つと、全ジョブがずらっと 見ることができます。で qstat-j のジョブ番号を1個だけ打つと、その1個のジョブの詳細を見ることができて、そこに今どのぐらいメモリ使ってるかとか、どこで流れてるかとか、どういう条件で流したかとか、そういうことがずらっと出ます。ですから、流れない場合は、周りがどうなってるかとか、そもそも、ジョブがちゃんと入ってるかとか、もう終わったんじゃないかとか、そういうのを確認することが、この qstat っていうコマンドでできます。解析で長いですけれども、これはアレイジョブの例なんですけれども、簡単に説明しますと、アレイジョブを流すと、SG タスク ID という環境変数に、自分の、1000発流したら1から1000までの数値のいずれかがここに来ますので、何番だったらどのファイルを、1番だったら1番に相当するファイル、2番だったら2番に相当するファイルを実行してくださいっていう、そういうスクリプトを書いて、一発このコマンドを一発打つと、その、一斉にアレイジョブが流れ始めるという、そういうコマンドでして、この例だとファイルが10個あることになってますから10発流す例ですけれども、10個ファイルを作る必要はなくて、この環境変数を1回使うと1個のシェルスクリプトで10発流れるという、そういう使い方をします。で、遺伝系ホームページを見ていただけますいただきますと、今入っているソフトウェアの名前とかバージョンとかいつ入れたかっていうのが出ますので、それを確認していただいて、もし入れてほしいソフトウェアがあれば申請していただければ、 SE さんが対応してインストールしてくれます。大体話はここまでで、あとは参考でして、この本の中に使い方の詳細が書いていますので、それをご興味があったら見てください。あと遺伝研スパコンのホームページがありまして、そこにいろんな情報が載っていますので見ていただければと思います。あとは Linux の一般的な使い方は、まあ、いろんな本が売っていますし、ネット上だったら Linux ドキュメンテーションプロジェクトみたいなところを見ると文章がありますので、見ればあと参考になると思います。あと、UG とかそういうのに あまり馴染みがない方は、こういう本、これただで、PDF が配られていますので、読んでいただくと何を言ってるかというか、どういう思想なのかみたいなことが書いてあります。あと、ここに書いてあるのは、ソフトウェアをインストールするときに SE さんにお願いするのが面倒な人は、例えば Gen2 プレフィックスっていうパッケージ管理のソフトウェアがあって、ローカルに入れることによって Gen2 Linux の、パッケージを使うことができますので、それで自分でガーッと入れることができます。でここのページにやり方が書いてますので、それで入れるとちょっと便利です。で、ちょっと軽く通して、で最後、ほぼ最後ですけれども、NGS の解析はたくさんのソフトウェアを使います。しかも、論文によってバージョン、いちいちバージョンが違って環境がいちいち違うと。ですから今みたいな、SE さんにソフトウェアをインストールしてもらうとか、自分で入れるにしても、その全部管理するのがすごい大変です。それを解決するために、その Docker っていう、軽量 Linux コンテナっていうのがありまして、そのコンテナの中に環境を全部パックして、その環境丸ごとをこうやり取りすることが今時はできます。で今、
DBCLS さんと我々とあと国立情報学研究所さんの間で共同研究しているんですけれども、Docker をスパコンの上で動くようにしましょうと。でユーザーは簡単な、設定ファイルを書いてスパコンにポイって投げてあげると、その Docker コンテナーがスパコン上で、動くと。でこれが可能になれば、環境丸ごとを、ユーザー間でやり取りすることができるようになるので、その全く同じ研究者の間で全く同じ解析を再現することが簡単にできるようになるというような研究をやっていて、まあ詳細は、DBCLS の太田さんがやっているので、彼に聞いてください。以上です。小川さん、どうもありがとうございます。